今回は昨年8月に松本山雅から期限付き移籍で横浜 F マリノスに加入し、今季から完全移籍に切り替わって2年目のシーズンを送る前田大然選手について紹介します。スキンヘッドが代名詞である前田選手は一見落ち着いて20代後半にも見えますが、1997年10月20日に生まれた大阪府出身の23歳です。大然という珍しい名前は大自然から2文字を取ったそうです。ちなみに兄弟5人全員が野原や草原といった自然にちなんだ名前だそうです。前田選手にとって初めてのスポーツは意外にもサッカーではなく体操でした。2004年のアテネオリンピックを見て体操に憧れ、小学1年から習い始めました。ただ体が硬く、練習前の柔軟体操が大の苦手だったそうです。今の実家に引っ越したタイミングで友達が誘ってくれたことも重なり、今やと体操をやめサッカーに転じました。前田選手の出身高校は山梨学院大附属高校です。なんと小学6年の時にすでに越境留学での進学を希望していました。きっかけは全国高校サッカー選手権、青森山田高校と山梨学院大附属高校が対戦した決勝を見て、優勝した山梨学院大附属高校に行くことを決意したのです。中学時代に所属したクラブチーム加入時には希望を伝え、3年間意思がぶれることなく大阪の高校から誘いにも乗らずに見事目標を達成させました。目指していた山梨学院大附属高校に入学した前田選手でしたが、高校1年時その後のサッカー人生に大きく影響を及ぼす挫折が待ち受けていました。本人の弁によると悪さをしてしまい、高校2年の1年間部活動に参加できず謹慎期間を過ごしました。その時はサッカーをやめようかと考えたぐらいいろいろありました。そこが今までのサッカー人生で一番辛くしんどかった時期です。こう振り返る前田選手ですが、1年間を無駄にしたわけではありません。週に 2,3 回のペースでハイレベルな社会人クラブに練習参加をさせてもらいつつ、練習のない日は筋トレやランニングで基礎体力を養い、自分を見つめ直しました。そしてある境地にたどり着いたのです。それまではサッカーでもサッカー以外でも自分が自分がというスタイルでした。だけど自分一人でサッカーはできませんし、生活もできないと気づきました。たくさんの人々の支えがあるからこそプレーできていることを思い知らされました。大好きなサッカーをやめる決断をしなかった理由についてもこう話します。サッカーが好きだったのが一番です。迷っている時には家族の後押しがありましたし、社会人クラブの人たちも可愛がってくれました。その人たちの思いを背負ってサッカーをやっていかないといけないと固く心に誓ったのです。この大きな気持ちの変化が現在のプレースタイルの礎になっています。圧倒的なスピードに注目が集まる前田選手ですが、常にフォーザチームを貫く献身的な姿勢も見逃せません。横浜 F マリノスでは快速をフルに生かした前線からのプレッシングでチームを助け、 J1 で2位につける好調の原動力となっています。今シーズンの大ブレイクが夢だった東京2020オリンピック出場につながったのは言うまでもありません。6月のU24日本代表選出時には奥様が泣いて喜んでくれたそうです。高卒でプロ入りした松本山雅 FC の加入時、前田選手は東京2020オリンピック出場の目標を初めて口にしましたが、正直出られるとは思っていなかったと振り返ります。それでも水戸ホーリーホックでの武者修行、松本山雅での J1 昇格など1年1年着実にステップアップし、とうとう夢のオリンピック出場の切符を手にしました。親には迷惑をかけたので恩返ししたいです。両親への感謝を胸に、特にケアをしなくても野生的に走れるという天賦の才で世界をあっと驚かす活躍を期待しましょう。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。